礼儀を知らんのか。学術研究は時流に乗るものではない。故に注目されていようがいまいが関係ないのじゃ。先輩であるこのわしの生い立ちはそこらの文献にある資料よりも内容が長いぞ。100年も前から語らねばならぬからな。何を知りたい？台座装置のバリエーション、それとも元素石碑の基礎設計についてか。わかった、若者に付き合ってやろう。わしに手を出すつもりか。真理は循環する。どうじゃ、わしに弟子入りしたくなったか。あ、なんじゃと。年だから耳が遠いのじゃ。まずは先輩と呼んでみ。